はい、ご主人様、ワンタマ男の子 VTuber の犬山たまきです。デビューしてもうすぐ半年の僕なんだけど、ついについにご主人様の応援で 3D 化することができました。みんな本当に本当にありがとう。動き回れるようになって嬉しいよ。ということでね、今回は改めて自己紹介動画を撮ってみようと思います。それでは行ってみよう。ということで、ご主人様、僕の名前は犬山たまきです。たぬきじゃないですよ。僕、たまきちゃんとかたまきくんとか呼ばれることが多いかな。たまきんって言われることも多いけどね、誕生日は2017年6月1日生まれです。漫画家の佃煮のりおが生み出したバーチャル YouTuber なんだよ。漫画家の佃煮のりおといえば、テレビアニメ化もした姫事が代表作かな。みんな知ってるかな。見た目年齢は17歳、実年齢はバーチャル年齢でまだ1歳です。でもバーチャル界では1歳から成人だってのりおママが言ってたから、人間界の年齢で言うともう20歳なのかな。うん、そうなんです。実は僕、こんなに可愛い見た目だけど男の子なんです。ついてるんです、ここに汚れたバベルの塔が。ちなみに僕のバベルの塔は最大で18センチだよ。僕の趣味はエゴサ。ツイッターのエゴサをよくしているよ。ご主人様がいっぱい僕のことつぶやいてくれるから、いいねを押してるんだけど、あまりにもいいねを押す速度が速すぎて自動だと思われることが多いんだよね。手動でやってるから、その証拠にいいねもろも結構多いんだよ。いいねし損ねちゃったご主人様はごめんなさい。またつぶやいてね。僕は歌うことが大好き。 YouTube にもよく歌ってみた動画をアップしてるから、ぜひ聴いてほしいな。あとはこのまあ動きかな、あのてこ、んー、いや、手招きですね。うん、かわいいでしょ。うん、かわいいと思う。他にはいろんな VTuber さんとの楽しい企画で遊んだりするのが好きかな。特に好きなのは僕の恋人の小田信姫さんかな。これからも私のそばにいてね。僕の夢か。僕の夢っていうよりのりおママの夢になっちゃうんだけど、のりおママは漫画家として自分の作品をアニメ化したいっていうのを目標にずっと頑張ってるんだけど、今は別の目標があって、犬山たまきを佃煮のりおの代表作にしたいっていう夢があるそうです。佃煮のりおといえば犬山たまきを生み出した人だよねみたいな、何年後も代表して言える存在になってほしいんだって。まあ僕としては、うん、ちょっと荷が重いよねっていう感じなんですけど。あともう一個あって、犬山たまきを 3D アニメにしたいっていう夢もあるんだって。これはまあ YouTube 上でもできるから、今後物語テイストな動画も撮っていきたいなって思ってます。まあのりおママは一応漫画家だし、脚本っぽいものも書けるんじゃないかな。うん、多分ね。というわけで、僕のこと少しは分かってもらえたかな。生放送も定期的にやってるから、僕に会いに来てね。のりおママと二人三脚でこれからも頑張っていくから、ご主人様もどうかどうか応援してくださいね。それではご主人様、おつたま。ご主人様、チャンネル登録よろしくね。